この動画では Google スプレッドシートの共同編集機能を体験します。Google スプレッドシートは共同編集ができるツールです。同時に複数人が同じファイルにアクセスしてデータを編集しているとき、コメントをし合いながら編集することができます。操作をしている Google スプレッドシートのファイルの中でコミュニケーションすることができます。これにより通話しながらや LINE などのツールでチャットをしながら、 作業指示や確認をお互いにし合うということをしなくても効率的に作業をすることができるようになります。これまでの動画で作成した「初めての Google スプレッドシート」というファイルを開いたり新しく Google スプレッドシートのファイルを作成して便利な機能を体験してみましょう。同じファイルに複数の人が同時にアクセスしているときには Google スプレッドシートのファイルの右上部分に アクセスしている人のアカウント名やアイコンが表示されます。これまでに作成した「初めての Google スプレッドシート」のファイルに他の人がアクセスできるようにしてみましょう。「初めての Google スプレッドシート」のファイルを開き、画面右上にある「共有」ボタンをクリックし、リンクを知っている全員が編集できるという設定にしましょう。Google アカウントへのログインを必要とせず、 リンクを知っている全員に対してファイルを編集できる権限を付与してみましょう公開しても構わない情報や Google アカウントを持っていない人に共同編集してほしい場合などでこのような公開設定にできます公開すべきではない情報をリンクを知っている人全員が閲覧や編集できるような共有設定にはしないよう十分注意しましょう新しいシークレットウィンドウやゲストモードで Google アカウントにログインしていない状態で初めての Google スプレッドシートの URL にアクセスしてみましょう同じファイルに複数の人が同時にアクセスしている時は Google スプレッドシートの右上部分にアクセスしている人のアカウント名が表示されます一般公開やリンクを知っている人なら誰でも編集や閲覧ができる設定をしているとアカウント名は「匿名ドラゴン」「匿名恐竜」「匿名ニャンキャット」などの 匿名プラス動物や、匿名プラス神話に登場する生物の名前、などとして表示されます。同じファイルを表示している人のアカウントのアイコンをクリックすると、その人が表示しているシートを開いて、その人が指定しているセルを確認することができます。これにより、他の人が今どこを編集しているのかがすぐに分かり、その人の作業内容を確認したり、サポートしやすくなります。 Google スプレッドシートで同じファイルを複数人で同時に編集するとき、誰がどこの部分を表示、編集しているのかがわかるのはとても便利です。同じ内容での編集を別の人が何度もしてしまうということや、作業する場所が違ったなどの誤りを防ぐことができます。